いいことも悪いこともないんです。全てが必要なことなんです。分かりやすく言いましょうか。稲葉の白ウサギでありますね。稲葉の白ウサギではウサギが嘘ついて皮剥がれて、そしてね、八十神ってお兄さんの神様がね、塩水に浸かって火に当たれば治るって言うんですよ。そしたらもっとひどくなる。そこにね、大国主が通りかかって真水に入ってね、あのガマの方のほわたですり割って治ったんです。あの神様には荒御霊、にぎ御霊、くし御霊、さち御霊っていう一霊四魂という考えがあります。にぎ御霊は恵みを与える、つまり大国主ですね。荒御霊って災いをもたらす、つまり八十神です。で、一見自分にとって嫌なことをした八十神は荒御霊です。ところがこの順番が逆だったらどうなったか。稲葉の白ウサギは死んでました。八十神は何をしたのか。消毒したんです。消毒をしなかったら可能して死んでるんです。自分がね、嘘をついて皮を剥がれたんですね。病院に行ったら消毒されるでしょ。消毒するその人は悪いやつですか。あなたにとっては悪いやつなんです、嫌なことするから。でも向こう側から見ると必要なことなんです。これが人生の中で起きてるんです。自分にとって嫌なことは実は必要なことかもしれない、そういうふうに思えるかどうかというのがものすごく大事。つまり納得いくことなどないんです。これが神道です。